はい、こんにちは。ふくろです。本日の実践メールです。リオオリンピック、ついに始まりましたね。まだ、さっき始まったところは見たんですけど、どうなっているのか。広島のね、日にぶつけるっていうのは、なかなかすげえなっていうか、このプランなのかわかんないですけど、やっぱり日本人にとってはちょっと感慨深いものがあるかもしれません。しかも、大体同時刻ぐらいにやってたんで、なかなかすごいなと。昨日は実は前橋も空襲が5日にあったんですね。で、実は前橋に落とそうか広島に落とそうか迷ってたって話もあるぐらいなんで、そういった面では同じ飛行機たちがどうやら広島に行ったっていう話もありますので、ちょっと、そういった面では僕らは救われたのかなというふうに思います。組織における私の役割というお話です。私の役割は、一番は患者さんを集めてくることっていうのが私の役割です。簡単に言うと、対外的な折衝から、こういった YouTube を作っている、そういったものも含めて、私は全て患者さんが、うちの医院に笑顔で LINE してくれるっていうことを目指して、こういったことをやっていますので、そういった面では、私の役割は週間患者さんを集めてくること、それが私の役割です。本日は以上です。